ベシャール、ベシャればベシャールとき、スノーボードは巧みに滑っても、話では決して滑らない男、イタル・フジヌマ。今宵は、ヒーローの浅見プロを交えて繰り広げ、イタル・フジヌマの滑らない話。もちろん、お届けするお話は全て実話で、カレッジメントで僕の住んでいたその棟の向かいですごい賑やかだったんですよ。でどうやらまあなんかどっかの部屋でパーティーをしてたっぽいんですよね。まあ学生の飲み会ですね、親睦会みたいに多分あったと思うんですよ。で今日賑やかだなみたいな感じで、で玄関入る時にちょうど僕の部屋のまあ真向かいぐらい、まあ向かいの上だったか、最上階3階のところのそのまあ玄関のところで、まあ、塔を挟んで男の子と女の子がこう喋ってたんですね。まあ仲良さこうなんで、男の子の方はなんかこうお風呂上がりなのか、まあちょっとこうタオル巻いてる感じ、ちょっと半裸というか、まあ、涼しそう、夏だったからかな。でまあちょっとこうベランダっぽくなってるんですけど、まあ、そこにこう立ち上がって、まあその柱にまあもたれかかって喋ってたんですよ。まあで女の子はそのベランダの中にいるみたいな感じになって、で「あお疲れ様じゃね」って言ってこう別れたんですけど、しばらくしてなんかドンキャーみたいななんか聞こえて、でと思って、で俺玄関開けたんですよね。そしたらマッパの男が地面にこうバタって倒れてて、でその女の子が「ああ!」ってなって、で「ああこれ落ちた!」と思って、で「うわこれ大丈夫か?」っつって、で俺もねこうちょっと服とかこう着たりとかして一回ね、で「大丈夫かな?」ってこうしたらどん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 こう何て言うんですか、ざわざわざわってこうざわめいてきて、でこれちょっとこう覗いて見てたら男の子がめちゃめちゃ弱々しい声で「ごめんね、こんな楽しい夜に俺のせいでこんな」みたいなこと言って、女の子が泣きながら「そんなことないって!」ってすごいドラマみたいになってんの。でこれもうほんとで、その同級生とかが多分こう来てね、誰かちょっと毛布持ってきてあげてよとか言って、でこうかけられてんのよ。でようやくその裸は隠れて、で救急車来たんですよ。救急車が、その頃にはもう当時ね学生もたくさんいて、もうブワーこう救急車を囲むような形で、大丈夫か何があったんだみたいになってて、ざわ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 。でもその実際落っこっちゃった男の子は救急車の中入れられてて、まああのあだ名でね通称ボクサーって言われてた子なんだけど、まあボクサーがさ、もうその救急車の中入れられてからさ、結構時間経ってると思ったんだけど、なかなか出発してくれないのよ。救急車、救急なのに。なんでだろうと思って。もう早く行ってあげてもいいんじゃないのみたいな。俺もちょっと遠目でそのね、1階のことを見てるって感じだから、分かってないんだけど、救急隊員の人がね、車の中からその外の、その最前列のやつに向かってなんかこう言ってんので、まあなんかこうやっててやり取りしててどうしとんだろうと思って、でそのやり取りされた最前列の生徒の子はまたさらにその後ろの人に「ねえねえねえ」ってやってんのよまた。でそれでみんながさ「ねえねえねえ」ってこうやってて、でそのうち、まあ、上級生から最上級生で、その場にいたなんか多分発言権が結構強い子なんだと思うんだけど、のところまで話行った時に「おいこいつ本名なんつうんだ」っつって「えっ?」っつってみんなさ、だからボクサーで撮ってるから多分フルネームが分かんなかったのか、で誰かが「ああもうあれだ、あの部屋行って保険証持ってきてやれ」っつって、でそれであの保険証が届いてバンってピーポーピーポーって運ばれてって、まあ
その次の日かな、次の日かな、そこのワイショップで彼はマガジン読んでました。無事だったんですね。あ、ボクサー大丈夫、うん大丈夫っつって、見た感じ変わったところはこの足首にチップが貼ってありました。それだけ、それだけでしたね。何もなかったんですか。何もなかった。飛び降りた、ただ、いや落ちちゃったみたいで、で、あの車庫にさ、こうそのちょっと雨どいっていうのが日差しとかこうあるでしょ、あそこの部分に手形残ってたんだよ。めっちゃ怖かった俺だから、それ見て。ここにダン行ってからダン行ったんだと思って。でもコンクリだからね、やばいでしょ。よく生きてたんですね。強かったのボクサー。彼は今宇都宮に住んでます。